広島上空にそういったこう空気の粒を置いて、で今度その粒を逆方向に戻していくわけです。で過去に遡って、どのある場所にある空気の粒がどこからやってくるのかというのをですね、まあ、解析すると、粒子追跡解析といって、光放粒子追跡解析というあの計算方法の一つになります。前線に沿って、その前線の南側で湿った空気がこう上昇している様子というのをですね、表しています。で特にその長崎とか熊本とか、そういったこう九州の西の沖で急激にその積乱雲がこう発達して、こうまあ急上昇する空気と、あと途中ですね、その豊後水道から入ってきて、その雲の流れに乗って、それで急に上昇するといった、まあ、空気というのがですね、混ざっているという状況です。太平洋高気圧の、まあヘリをまあ周回するルートですね、これがここからこういうふうに流れてきて、で九州上空を通過して広島に入るというルートです。でもう一つはあの南シナ海ルートなんですけれども、その南シナ海の沿岸を通って、まあ、台湾上空などを通ってきて、それで東シナ海を北上して回り込むルートと、でもう一つが一旦その中国の内陸部に入って、それであの雲としてこう上昇していって、それでこう上空をまあ入ってくるルート、この3つのルートですね。